というわけでいきますか。リスさんこっから育てんの大変だないやにしてもなちょっと衝撃だわこれまだでも言おうか。マナライズあるけど、よっしゃ、リリス様も合体すっか。なあ、元とか出てくんの。この元はでも確か無事通ったっしょ。あ、これそっか、そういうコンセプトなんだ。うん、この元は通るんだよね。そういうコンセプトか。なんでそんなかわすの、めんどくさい。緩んぐ、ちょっと緩んぐってでも緩うか、緩んぐあかんのか。あ、下ろせるかな。あ、でもこんだけあれば下ろせるか。にぎ、くし、あ、これデカジャあたり、デカジャスクカジャあたりついてくれればな。アナライズで、俺マジで覚えてねえもん、やった時の。よし、リリス様がなんかすごいことになってんな。あ、下りや。上りでもまああんま変わんねえか。よし、行きますか。じゃあ、ん D、 リリス様と、はい、氷結、あ、強い。これつけてくれよ、ピクシーによ。これでよかったよ。氷結衝撃へ、デカジャー、あるいはスクカジャー。これ数値超上がるんだよ、あれ。これ見た、分かった、言って。体力4で、速さが3上がってる。でかいな。それ、あれだね、ピクシーに欲しかったね。逆にいいけどね、この縛りっぽくて、うん、刺激が足りなかったな、うん、ゆるんぐ、まだもできんの。まだできるんだ、こいつ。耐性強い。あー、ランダマイザー持ってんだ。やべ、作りてーけど、これすげーな。アナライズ、誘惑、ブツブツ交換、楽んだ。最強の選手も、オーディンなのに、リリスなのに、まあ、リリスはしょうがない。進化したてだから。オーディン、このオーディンのスキルよ。最強だね。ランダマとも明快も、持ち味。自分の持ち味で戦うしかない。しかもこいつ、アギ食らわないっていうのが面白い。完全にこれ、アギ吸収なのに。形的に。でもこの物理吸収ついてるマダ君も貫通の前にはなすすべもないっていう。貫通ってすげえんだな。こいつしかもあれだよな。なんかアバチュっぽいよな。うん。アバタールチューナー感あるよ、ね。だから好き。うん。どうしようかな。作ってもいいな、でもまだ。あ、スカー派できる。オーディン。ソロね。スカー派作るか。ソロね、ちなみに、あ、これでユルングなんだ。ソロね、枠取ってるだけだしな。オーディンなんかもう、いっか。やべえ、スカー派できっかもしんないけど、こいつは、進化できるんで、いきますか。えい。誘惑、ブツブツ交換、出てこない。右半分全部持ってきやがった。
右半分全部持ってきやがった。いいじゃねえか。スカハ好きだけど、これ、よし、行こう。今ちょっと考え。リリース。はい。これで行きましょう。これあれだな。まだ見たまかったですっぺ。見たま使って。あ、金がね。見たまかったりするだけの金がね。よろしく。いや、こちらこそ。金ね、1万。どうすっかな。あ、売るべ。うし。売るべ、売るべ。相馬とか売るべ。うん。宝玉林が、どうしよっかな。違うんだ。1万ぐらいあるわ、いけべ。よし。宝玉林で回復するのはメディ・マラハンやれっつう話なんだけど。ありがとうございます。クイーン名物ケルベロス、この辺ちょっとくどくか。あ、ダリーナー攻撃的にはまずダリーナー。ういちょっと打ちますか。あ、フルだしな、いけるかな。膝まずいて話にならないらしい。危ない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 。オートにしまった。効かねえんだよ、ケルベロス。スルトもディーも上がるね。あ、下がっちった。あ、でもあれか、見たまがったら関係ないか。関係ない。まあ、でも一応やるか。事故起きないはずだけど。俺魔石あげただけなんだけど。そう、あいつのね、羽の内側実はね、あれ顔になってんですよね。あれで知った、あのなんだろう、メガテン4で知った。いい素材やぜこれは。なんかできんじゃねえ、こいつレベル高いべ、確か75。普段この時点でもうあれだからな、あって感じだもんな。これこの時点でもうこのスカーハを超えてる気がする。ブレスベルク、まあまあまあ、モスマンとかなんかその辺を。あ、60代ももうスカーハ聖典。ああでもそっか、でも60代はまだ、うん、最近聖典体制使うんだけど、いざって時に役に立つかな。物理向こうは強えよ。大僧侶は頑張って育てる。さて、反射食らうんだな、こいつ。氷結反射持ってねえのか。そんなことねえと思うけど。どうせなら気合い乗せるかも。一体だし。もう100とかするもんな。マシーン行くぞ、終われお前。クリじゃなくても行くべ。せん。やべえ、どうしよう。集合遊戯残そっかな。ジボの晩餐残そっかな。なんかすげえ悩んでる今。最初死亡遊戯残す気満々だったんだけど。チボの晩餐強えぞ。まあ、雑魚狩りがコンセプトだからな。死亡遊戯のクリ率はやっぱり本物だからね。忍ともカンとも。下りじゃねえかよ。登りかと思っちゃった。
クレスベル君は仲間になりますよ。魔石1個で。あれなんか、あれだ、なんだっけ、あれ。属性つうか、種族。あ、幼獣なんだ。うん。協調じゃないんだ、こいつ。とりあえずヘルファングを捨てました。当たんねえんだもん。うん。いきますよ。はい。猛反撃。おぉ、できる。デスカウンターになったじゃねえか。おぉ、勝利のおたけび。おいおいおい、来た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 。おたけび重いんだ、こいつ。ラグナロック。呪われちまいました。また。呪われちまいました。あー、一応見るか。やるめ。カイラスマン別に外せなくていいんだけどね。うん。逆にいいわ。間違えて外すリスクがないという。まだ。変わんねえよな。別に増えてねえもん。あ、スカー派か。スカー派が。あ、フレスベルク。あ、ニュクス様ができる。このスカー派と、フレスベルクを、ペトラディ氷結行為。最強。フレスベルク、なんかできねえかな。ニュクスできるんだ。パルシルス、まあ、なんとも言えないかな。まあ今、あれか、カース状態だからな。直すか、じゃあ。別に呪いがあったりしたいわけじゃないし、絡んでくんじゃねえよダリーナ。あ、あげ、あ、翡翠か、メノだったらな。こいつよく翡翠くれって言うんだよな。アホだろ、出すわけねえじゃん。あ、床用、あ、床用でもダメだ、治んねんだ床用でも。だって呪いだもん。んだな。まあ、おたけびでいいか。お互いがおたけびを重ね合って最終的になんかめっちゃ泥仕合になんないかな、ね、なんかそういうの好きだわ。あ、いや、トール外れる。アバドン、この破壊力な。この顔芸好きなんだよ。ヒートウェイ、あ、アジスか、これでいいか。ポン、アイクロ、デスカン、デスカン、なんでデスカン出ねえのかよ。デスカン、デスカン、あい、奴隷は二度刺す。一回目刺してねえけど。解除してください。400、あ、じゃあす。呪いって面白いんだけどな。あの、マガタマ以外でならないんだっけ。なんかあれだわ、マガタマ以外でなったら面白いのになってちょっと思ったりしてました。フレスベルク、まあ D か。スカー派でマダになるんだ。このスカー派だったら作ってもいいかも。揺らいだな今。ケルベロスか。んー、エアロス、あー、いいね。まあまあまあ、まあ、作んねんだけど、もうやる必要なくなっちゃったからな。ピクシーのためにさ、なんか杖見玉作ろうと思って。衝撃向こう、氷結向こう、アナライズ、デカジャだったらなって。スクカジャか、デカジャみたいな、そういう感じでございます。スカーハーマーでも育てますか。あ、結局ゴグマゴグ捕まんなかったな。いや、俺あの一心結構好きなんですよね。3体とアルビオン、スカーディ、あのあいつなんだっけ、アルシエル、なんで出てこなかったんだ。じゃあ行くか。じゃあスカーハ師匠に、あれ下ろさねえとダメじゃん。あ、てかあれか、そっか、周期が変わるから。
マクシミタマかな。俺がやっぱ一番濃厚だよな。戦ってたらちょっと上がった。スクカじゃん。行きます。えい。これなんで来なかったんだろうな、ピクシーに。よし、行きましょう。これならね、ただ、他のスキルが、あ、でもまあ、残弾やんのか。スカリーにした、エッチですね。メガテン3、1エッチな。時点で薬師に。あ、そうだ。作った後はセーブしとかないと。というわけで。はぁ、もうあれじゃんよ。あ、いいや、これで。行きますか、じゃあ。うん。カグツチとももうちょいっすね。制覇まで。うん。アルシエルが、おたけびか。こいつでもさ、思ったんだよ。おたけび、あ、でもテトラカもあんのか。あ、結構じゃあ、あれだな。で、おたけびつけたらどうしよっかな。何消すかな。合戦でいいかな。こいつ体力あっかんな。別にいいよな、消しても。うん、LA減るだろうけどな。30% 減ったら。600いくつぐらいまで落ちるだろうけど。十分でしょ。うん。ラグナロック、大僧侶、大僧侶も頑張って56まで上がりましたね。体力も結構上がってきたしね。体力がほんと心配。どうすかな。あんま変わんないんだよな。36,000、28,000。変わんないっちゃ変わんないな。28,000もっと高かった。衝撃無効だけど、衝撃反射を持とうとしている。消すスキルいっぺいありすぎて余裕で消せるわ。上位互換がなるかな、確か。被った時は。これ電気だったらね、電撃無効とかだったら良いんですけど、良かったんですけどね。魔石で仲間になってきたかな、こいつな。なんかと合体できればなと。ライドウさんも上げとくか、最終戦に備えて。ちょっと悩みますね。ジャークとかも。あ、でも上がりそうじゃん、こいつら。使うべえじゃん。そっか。出したかんな。ジャークとライドとりあえず上げて。スカハちょっと育てますか、じゃあ。うん。会心。マハザンダイン。なかなか、難しいっすね、使い。あ、てか、衝撃向こう持ってんのか。氷結向こうがつけばよかったんだな。いや、でもまあまあまあ。衝撃、そもそも衝撃向こう持ってんのに衝撃向こうが。じゃあ、誘惑とかブツブツ交換、ペトラディより、まず第一に衝撃向こう、衝撃反射にしないといけないわけだ。わかりましたんで。自信覚えるっけ、そういえばスカディって。あれ、エレツエかんな。確か覚えたはず。ヘイ。マントラの悪魔はこの先に。トールハンマー。なる神だな。そっか、こっちにも。アンチタイマー。あ、今のあれだな。リリスさん、こっちブーだな。相変わらず惚れ惚れする。あー、このクリ率やばい。2分1ぐらいでクリティカルすっかん。いいね。ジャークもライドも強い悪魔だから。悪魔、ライドは悪魔じゃないか、強い仲間だから。
ってなるのがいい。もうね、耐性あるやつにはね、行きたくなるんで。この貫通の文字を見たくなる。うん、3体いれば1体は大体なるよな。確定ではないけど。クッってなるのが。こいつあれに似てるよな。赤木キャプテンに似てるよな。悲しそうになってる。泉が近いからやりたい放題で。そういいえ。お、マジか。やられてる。えい。何が変わった？あ、ディアラマは竜巻にいいんじゃないか。ライちゃま自身に、え、自信に溢れた、自信に満ち溢れたみたいな。ごめんなさい、漢字読めませんでした。確かし、あ、じゃあいつも風魔くれる気がする。まあ、あれだからな、召喚師だからな。しまった、ジャークフロストでお手軽に回復ができなくなった。だからディア持ってるやついない。これもあれか、ホルス復活させるか。まあここまで来ればね。まあさすがにじゃないだろうな。お前らよく登れたな。大したもんじゃねえかよ。ご無沙汰してます。作らせろ。断りか。ふとみみさんの、うん、頑張ってほしいよ。マジ本当にリメイクが出るとしたら、マネカタの世界の人耳との創生を。あ、思い出した、俺やってねえことあった。どうすっかな、バール終わってからか。俺鬼神太耳作りてえわ。どうしよう、太耳作りてえぞ俺。太耳さんと創生を。やべえ、ちょっとなんか目標ができた。俺今すげえいい顔になってる。太耳さん、太耳、サカハギ、ヒトシュラ、ライド。よし、完璧。完璧のチーム構成だね。絶対無理だろうな。太耳さんでも、あれだね。仲間に入れときたいね。なんか、あれだわ。前も言ったけど、あの先を見せてあげたいな。あ、ここで終わりじゃさすがに。どうしよう、なんかねえかな、なんかねえかな。回復持ったやついねえ。ピクシータンを使うしかないか。通るか。アルカメじゃなくて、あれなんだっけ、アダマじゃなくてサタン、アダマだった。魔帝だからな、結構なあれですね、地位に上り詰めたな。よもやここまでとは。ライチャマだな、ライチャマはいるでしょう。あ、猿いるか、あいつ物理、猿入れよっか。で、ピクシーかな。これでどうっすかね。うん。あ、
デカジャデク、あーどうすかな、アルシエルか、デカジャ、テトラ変わんのか、サルじゃなくてじゃあアルシエルにすっか。よし、スピースペ、あ、100時間、これやっぱ120時間ぐらいいくわ。行くだよ。待てよ、ジオ、リリス。なんか、そっか。マハジオとかなんか、マハジオダインとか使うイメージがあんだけど、どうなんだろう、でも。気のせいかな。よし。こいつは、結局、千秋についてく、あれになったんだな。随分お久しぶりですね。そういえばヨスガだとじゃあトールともやんないのかな。あーって言わなかったな今回。これやってデクンダするか、攻撃力を上昇。よっしゃ、防御を大幅に下げちゃうんだよな。デクンダするか、よっしゃ行くぜ。1000アナライズ、耐えな、まあ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 、いや隠しを超え、あテトラカ貼った方が良かったかな。ショックウェブか、なるほど。デクン出されたから。だけど。デカじゃん。いや、隠すって。あ、アタックだ、やばい、
落下じゃ貼った方がいいか。じゃあ貼るか。テトラかな。若風かな。交互にやるのかな。お、来るぞ。下げない方がいいかもな。よっしゃ、行こう。このセリフ切ねえよな。1500なんだ。1万ぐらいにしろよ。そこはトールだぞ。あのトールだぞ。これであれトール作れるようになるのかな。トールいるべ。とりあえずすぐセーブする。すぐ死んじゃうかんな俺な。いなくなったよ。強かった。こっから先最後のあれがなんか上落ちたりね、なんか上じゃない下落ちたりね、なんか上行ったりめんどくせえんだよな確か。えっちゃ味すっかな。パーチー、まあ、D でしょ。マジで大掃除を育てた。アルシエル勝利の雄たけび覚えさせたいな。リリスさん、うん、25,000ばらまいても多分2,000〜3,000。よし来ましたね。結構早く、とりあえずバールアバターとやる前に思考の窓も覚えられたらいいな。